きいんだよ、あの日本の女子よりかだいたいみんなちょっと大きめで、それも胸も大きくなるし、まあ、髪の毛も違う、で、あのハラスメント的な声は自分私も髪の毛にハラスメントされたことあるとか、胸にハラスメントされたことあるし、まあいろいろ他の先生に、うん、クライアントに、あクライアント、うん、あの生徒、日本語の生徒フェミニズムについてのトークショーを始めたいと思います。オズモズがこのトークを企画しようと思ったきっかけが2つあって、男性にもフェミニズムについて考えてほしい、なのでこういうふうにあのフランクにオープンにあのお話ができる場を設けたいっていうのがありました。で、あともう1つはこのトークをきっかけに日本の女性を応援する活動が増えたらいいな、あとそういう活動をサポートできるようにもっとなっていったらいいなということで、彼がアーティストとしてできるということでこのトークショーが開催されます。そして参加者の皆さんです。今日はどうぞよろしくお願いします。失礼します。すいません、こんな感じで軽くいきたいと思いますが、まずはモデレーターとしていただきます NOW ゆなおと言います。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ一番こちらのまゆかさんからお願いします。お願いします。これはじゃあ、ま、回した方がいいのか。自分をモデルにちょっとこうエロチックな
の方も撮影をして作品を発表しております。で現在は作品集なども発売しておりまして、まあ、これでなんとなく食えるようになってきたというところです。はい、ありがとうございます。じゃあ次、マリアさん、どうぞ。はい、マリアと申します。で、あと一応、デンマーク人です。一応。デンマーク人でありながら、ポルトガル育ち。その、両方ともの文化を存じて育てられたんで、で、23歳の時に日本に初めて来て、で、そこから日本に住んでて、で、何をやっとるんかって言われたら、いろいろ。まあ、今、翻訳をメインとしてやってまして、前は観光、ツアーガイドとかもやってたんで、結構歴史とか好きです。で、まあ、その別としては、まあ、歌手とか歌やってて、演劇で、ちょっとテレビの仕事もやってたりして、CM も出たりして、まあ、何でもやりますって感じ。なんか手伝えることあったらぜひ声かけて。ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあ次 DJ 人魚さんお願いします。はじめまして DJ 人魚です。DJ 人魚って紹介されたんですけど、普段はウェブアプリの広告会社で OL をしてます。で DJ まやかさんがこの間踊られた後に、こちらのオープニングパーティーで DJ もさせてもらってました。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。じゃあ、この素敵な斜め。あっ主役。はい。悪いこと、嬉しいこと、苦しいこと。はっきり言って、良くないです。良くない、はい、はい、はっきり言って、はい。どんなところが良くないですか？特に私、皆さんより年齢上なので、そういう嫌なことってより多かった世代だと思うんですけれども、同じことをやっていても男性より評価が低い。で、私、クライアントから昔言われたことがあるのが、女は安い金でよく働くっていうことを言われたことがあるんですよ。やだー、すごい、ひどい。で、まあ、あと、記憶に新しいところだと、大学受験の点数を女性はもともと低く採点されるとか、あと、今朝に見たニュースなんですけれども、その都立高校で女子の割合を、なんだろう、女子の生徒の合格率を下げるっていうことをしているらしいんですね。その男女共学なのに。そうです、そうです。だから、でそれに対して、その、なんか質問に対して、なんでそういうことをするのかっていうことを聞かれたことに対して、女子には私立の女子校があるでしょっていうことを言われたらしいんですよね。ただ、私立学校に行けるだけの、その学費を賄える家庭がどれだけあるのかと。公立学校にしか行けない、そういう家庭もあるじゃないですか。そういう家庭にとっては、その高校の、都立高校に行ける機会が減るわけですよ。そういうことがデフォルトに行われている、そういうことを聞くと、女でいることは悔しい。あと、普段生活してても皆さん思われると思うんですけれども、公共交通機関に普通乗っているだけで体を触られるとか、あと一人暮らしをするときに、女性は2階以上探しなさいとか、1階と2階で家賃違いますよね。2階の方が高いです。
で、いや、でもそういう高い家賃を払うことを強いられる、うん、あとはその夜一人で歩けないとか、これまあ日本だけじゃないと思うんですけれども、ね、なんかそういう日常生活って女であるっていうことだけで感じる理不尽っていうのがものすごく多いと思うんです。で最近、はい、あの警察の交番のところに、ね、はい、痴漢に注意って書いてあるんですよ、うん、痴漢に注意じゃない、痴漢をするなって。そうなんですよ、すみません、確かに言うことが前提の世の中って何すかってあとはその妊娠のことについても女の子に対してなんかがすっかるじゃないですか。例えば高校生が妊娠しましたら女の子入学させられます、うん、妊娠させた男はどうなのって。なんか DJ 人魚さん喋りだそうです私もちょっと大事に私も聞こうと。あ、ありがとうございます。他に何かあります？でも時間に注意は目から鱗ですね。確かに、結構話
日本人の女の子。確かに私はやるからと逆なんです。スカートが短い方がお母さんとかに下に引っ張られてる。そうだから私見始めて日本に来た時に女子高生見ててみんな巻いてるなと思っててでやっぱエスカレーター乗った時に丸見えやん。していくって、それを送られてきただけでも辛いのに、
でもまあそれでこう教育になったり、まあ、それでこう送ってきた男性の意識がちょっと変わったりしたら、まあ少しずつ変わっていくのかなって思ってだから、まあ、素晴らしいと思います。変わってくれるといいんですけどね。でも直結してますよね、はい、男性に考えを、はい、変えてもらう、はい、うん、アップデートしてもらうというところには直結してる気がします。はい、勇気もいいですね。うん、そう思います。勇気のある行動だと思います。うん、他に何かあります？日本で女性でいて感じたところ。私この間男性のお友達がすごく痩せてたんですね。このコロナ禍により痩せて、あ、少しシェイプアップしたダイエットしたんだねなんていう話をしたら、いやでも60キロだよって60キロに下がったよって、うん、あ、そうなんだ、じゃあ私と同じぐらいだねって私が言ったね。そしたら女の子は体重なんて人前で言うもんじゃないって言われたんですよ。
なんていうのかな、なんかその単なる男嫌い、ミソジニ、ミソジニ、ミソジニとフェミニズムがごっちゃになってて、フェミニ、私はフェミニストですっていうことが良くない状況っていうのが悲しいなと思ってます。でこれはね、一部の声も大きいフェミニストはどうでもいいことなのかどうかっていうのはちょっと考えなきゃいけないんですけど、例えば昨年の年末にそのお母さん食堂っていう話題のことですが、ああいう、まあ、商品名にケチをつけるじゃないけど、あれとかちょっと前だとその宇崎ちゃんキャラクターの胸の、すごく胸の大きい漫画のキャラクターが献血のポスターに使われてるのに、なんかこうけしからんって言ってみたりとか、あとは厚木のラブタイツなんかも記憶にあると思うんですけど、なんかね、その論点がちょっとずれて、その論点がずれてる人が声が大きいところに問題があるんじゃないかなっていうことを思ってます。もしかするとそういう権力を持った人たちも、はい、フェミニズムというのを各々で違う定義を持ってる可能性がありますよね。なんかよく言われてるのが、脇毛を剃らないっていうのが、で脇毛を出していくっていうのがフェミニズム、フェミニストっていうのもあれば、マドンナみたいにもう女性としてできる武器を全て使って成功していくっていうのをフェミニストっていう場合もあるし、こうやって両極端じゃないですか。女を捨てるのと女を磨くのと、なんかどっちもフェミニストって言われてるから、一体じゃあフェミニズムってどこに行こうとしてるんだろうっていうのはありますよね。すごく思いますね。どれがフェミニズムでもいいと思うんですよ。いろんなフェミニズムがあると思うんですけど、自分の思うフェミニズムと違うフェミニズムを攻撃して排他的に扱うっていうのはどうなのかなっていうことを思ってます。ですね。ちょっとじゃあ、はい、もう一人ゲストが増えましたので紹介したいと思います。はい、アスラさんです。アスラと申します。こんにちは。よろしくお願いします。お名前とあと自己紹介ちょっとだけしてもらえますか。ありがとうございます。まずはアスラと申します。アイスランド人です。ね、日本に5年6年くらいに住んでますですけど、はい、私はアートダイレクターと作家です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今あの皆さんにとってフェミニズムは何ですかっていう話をしていました。なるほどね。フェミニズムをっていう人によっても活動が全然違う、なんかです、ね、そうセクシーなポスター使っちゃダメだっていう人もいるし、あの女の武器を全部使え、セクシーにいけっていう人もいるし、私脇毛剃らないみたいな人もいるしそう、皆さんはどう思いますかっていうお話をしてます。はい、脇毛のちょっとフォローしてたら、あの私のお母さんがあれですよね、フェミニズムがなんかすごいブームになったヨーロッパで、お母さんがすごいフェミニズムで、フェミニストで、まあ、写真いっぱい持ってるのに、お母さんが男性と一緒にもう肌が半分裸とかあるので、もう全然何も誰も気にしてなくて、好きな人と寝たりとか、まあ、すごいヒッピー関係で、まあ、みんなが平等、平等で始まったんだけど、どんどんお母さんが年を取ってて、そういうなんか女子っぽいものがダメ。例えば私、子供の頃がスカートとベスト大好きだけど、お母さんに無理やりズボンとか履かされたりとかして、あのピンクは着ちゃダメってすごく言われてて、でうちの弟逆に髪の毛ちょっとロングだった、だから2人ともなんか似たような、 A セクションじゃなくてだけど、なの私が女子っぽさを出しちゃダメっていう感じになってて、で弟が女性として女の子として間違えられてて、だから逆フェミニストと逆セクハラとか、まあ、そこで体験したちっちゃい頃で、ね、5歳ぐらい で、私にとってフェミニズムは自分らしく生きる、だから好きにしていいんだけど、あなたのやりたいことを私にあのやりなさいって言われたらいい、絶対やる。例えば脇毛の話、あなたも脇毛生やしたらフェミニスト、本当のフェミニストに絶対だけど、私のフェミニズムはマドレスできたり、料理をするの大好きだから料理を作ってるし、まあ、別にそれでも自分らしい自分で生きると思いますだけど、それ何回もそういうなんかそれフェミニズムじゃないって言われたことがあるんです。他の強い先生とか大学の先生にも、
なんでそういうことするんですか、なんでこんなに女の子らしく、うん、それが女の子らしくと男の子らしくという言葉遣いは一番なんかフェミニズムに入らないと思います。平等であればじゃあ女の子らしく何もないし男の子らしく何もない、だからそこをそれ捨てるのもダメですと思います。男の子は男の子、女の子は女の子けど、それがネガティブな男の子にあんたちょっと女の子らしいんじゃないっていうネガティブさがある、それがダメ。逆に男らしくって言われたらそれもダメ。そこのネガティブを変えないといけないと思います。それがフェミニズム、私にとってフェミニズム。私もあの私もあのそれフェミニズムじゃないんじゃないみたいな感じで思われるけれど、私にとってはイコリティがフェミニズムだから、別にあの同じように接すればいいわけじゃんみたいな、なんで同じように考えられないのか。その自分なんだろう、そのさっきの話で自分にとってのフェミニズムはこうで、そうじゃない、そうじゃないとキャンセルしていくみたいな、そういうので、なんかフェミニズムの定義ってあんまり皆さんから、あ、まあ、マキエさんとかマリアから、マリアさんから来たけど、来ないのは、もしかするともう皆さんは男性と女性を平等に扱ってる、もうそもそも根本から男性と女性を同じものとして見てるからなのかもしれないっていうのは私思いました。マキエさんはやっぱりすごくもう辛い経験があったからこそいっぱい考えてきて、でマリアさんは多分そうだけど、もしかするとみんなはね、その、あの、アイさんが言ったみたいにフェミニズムっていうよりも平等じゃないっていうところかもしれないですね。個人的には定義としてはあの同じ、アイさんと同じく、まあ、なんか何がこう発生できたらこうフェミニズム活動とか終わるのかなって考えたときに、なんかこの世の中の誰しもがこう自分がやりたいことを自由にとか、自分が発言したいことを自由にっていうところが、なので、まあ、例えば脇毛すみませんっていう人はそれをチョイスしたとしても誰に何も言われないし、で、まあ、ピンク着たければピンク着てもいいし、ピンク着なかったらそれでもいいしっていう、なんかそういう世の中になっていったらいいなっていうのが、まあ、私がこう思い描く理想的な世界で、ただ、まあ、その中でもなんであのこうイクワリティ的な定義を考える人なんですけど、でもその中でもやっぱ自分はフェミニストってすごい周りにも言っていて、でその言葉をこう使う重要性を感じているのが、やっぱこのイクワリティの話になっちゃうと、結構こう今までの歴史的にこうなんだろう、同じ土俵に立っていなかったところをこうみんなじゃあ同じにしようぜってなった瞬間、そのじゃあなんだろう、同じゼロに、同じスタートラインに立つようなこう活動みたいなのが急になくなっちゃったりするのがすごいこう気持ち悪くて、やっぱ自分の会社とかでもなんかあんま女性支援って言わずに、なんかこう、まあ、ダイバーシティっていう括りで、まあ、男性側もいろいろ大変だしみたいな話に向けばなりがちだったりして、でそれはもちろん否定しないんですけれども、やっぱこう同じスタートライン立てていないから、だからまあ個人的にはそのイクアリティで話すんではなく、フェミニストっていう表現を使って話すようにしています。同じスタートラインに女性と男性ももう人間というカテゴリーでみんな同じスタートラインに立てるように、ただ今だとまだ女性でいるだけでギャップがあったりとかするから、そのギャップを埋めていきたいみたいなところですかね。あー、なるほど。私はいつもシンプルに人権の問題だと思ってるんですよ。ただその人権っていう意識が持てる人っていうのが、ね、ある一定のなんだろう、インテリジェンスを持った階層じゃないと人権っていう意識を持ってないっていうことを最近すごく感じてるんですね。
すごく歯がゆいんですよ。うん、わかる。でしょ。そうですね。なんかあります？アスラさん、なんかあります？まあ、もちろん、フェミニズムは多分、私にとって一番重要な意味はイコリティですよね。うん、その平等的なことなんですけど、みんなは自由なことがやった方がいいだと思いますよ。なんか全員で、みんなはなんか性格的にまあまあまあなんか洋服を何を着た方がいいのか全然フェミニズムは関係ないだと思いますけど、本当のは例えば同じ仕事してるんですけど、なんかはたなんかなんて言えばもらうお金とかは違いますよね。あとはいろいろな、まあ、日本はいろんなサンプルがあるんですよね。日本が結構そういうバランスがまだ見つけない気がするんですけど、なんかそういう平等的なことが一番必要なものだと思いますですけど、なんか例えば最近はフェミニズムはなんか結構広くなってしまってですけど、意味はちょっと悪くなっちゃったんですよね。ですから最近はいろいろな平等が必要なと思ってる人がフェミニストじゃないって言ってるんですよね。ですので多分一番なんかフェミニズム的に一番 大きな問題はそれだと思います。そのコンセプト的な意味ですよね。多分みんなはちょっと、まあ、間違えてるかどうかなんか勘違いてるかもしれないと思ってますので、その方が多分、まあ、いろんな、 なんか友達が話すと多分、うん、新しいコンセプト同じコンセプトですけど新しい名前をなんか作った方がいいのか、そういう話をした時がなんかいろんな考えてたんですけど、やっぱりフェミニズムは長い歴史もあるし、でその歴史は本当に自由だと思いますよ。なんか私たちの前の女の子、なんかすごい強い女とかはすごい戦わせてくれたから、その歴史は本当に必要と思うので、これから同じ名前は使った方がいいんですけど、もうちょっとなんかなんて言えば簡単になんか説明を簡単にした方がいいかもしれないんです。みんな同じ意味を持ってフェミニズムって言えるようになるといいですね。ですね、ですね。本当に昔から使われてるからこそ、フェミニズムの説明というのも概念というのももしかするとアップデートされてないのかもしれない。いや、本当にアップデートされてない。フェミニズムのそもそものコアが、なんていうの、コロナ病死みたいにトゲトゲになった。本当のコアが見えなくなっちゃった。それは、アスランみたいに言うけど、本当のフェミニズムのコアが平等。それはうちもお母さんもそうだったんだけど、多分お母さんが戦いすぎて、もう何にも本当に、どんだけ戦っても変わらない、男が分かってくれないとか、他の女も分かってくれない、古臭い女子とか、自分のお母さんのお母さんのうちのおばあちゃんがそれも理解できませんとか、そういう戦いでうんざりしてになって強くなりすぎて、それが今のフェミニズムのイメージもありますと思います。そうですね、フェミニストとして活動している人たちのコミュニケーションも少ないのかもしれないですね。だからこそあちゃこちゃな、みんながみんな自分が思うことをやっちゃって、結局フェミニズムって大きいところ、イクオリティに持ってくるっていうところがあんまりできてない。できてないです。かもしれないです、ね。男には私フェミニストって言う男も少ない。多分男の目線からそれ言ってたら男同士に、そう、何が言われる、あと本当の男じゃないとか、私たちみたいにもあなた女性くらいとか言われる、だからそれもありますと思う。そうですね、さっきちょっと出てきたその仕事の時の話と、あとはプライベートの時とのお話があったんですけど、これの
違いって何かあります？会社で働いてる時、仕事をしている時の女性としての扱われ方と、友達とかという時、家族といる時とかの扱われ方って何か違ったりします？それがすごく違いますよ、なんかね、仕事だと私は会社にやったことがない、ずっとフリーランスでやってるんですけど、なんかその女性ならではの何か、いわゆる女子力みたいなことをすごく求められます。で、私が独立した頃は女性のフォトグラファーって本当に少なくって、女に写真が撮れるのかっていうことを言われたわけですね、現場に行って。で、女性側もカメラマンの仕事をしていくの結構難しかったね。じゃあ何をやろう、女性でよかったねって思われるように振る舞ったわけですね。だから世のステレオタイプな男性が求める女性らしさみたいなものを前面に出して、女性ならではの気遣いとかそういうことをすごく意識しながらやってきたんです。で、それプライベートでそういうことするかって絶対やりませんから私なんかもう家で家事もあまりやらないし、いわゆるその女子力的なことはプライベートではやらないです。でも仕事ではそれすごく使います。武器として、戦略として、はい、戦略として使ってます。だからそれが今通じてるってことですよね。そういうことです。まだそれが通じちゃうってことですね。はい、私は仕事では女性っぽさみたいなもので仕事が頼まれることがほとんどなくなったのと、もう年齢が40代だからだと思うんですけど、はい、20代の頃はやっぱり同じ20代の男性がいるんだったら、私の方にやっぱり母っぽいようなこと、まあ、なんか例えば洗い物があったりとか、お茶とか言ったりしますけど、あとは何か人 その社員に対してケアをしてあげること、何かこう例えば名刺を作るんだったら、名刺を作ってあげるのはじゃあ女性だから私がっていう感じ、なんかそう単純作業、庶務的な作業は女性に行きがちだなと今でも思いますね。私が今その部署にいないので、頼まれることほとんどないです、それでまたその仕事をもらうのが女の仕事だと、女が思ってるなっていうのを感じます。女も思ってる、ね、それが私だって、どっちか言ってるか私はなんかあいつ言ってた、そういうあんまりフェミニズムさっきからあんまり話せないのは、やっぱりこういったことに関心は多分皆さんに少なかったし、今言ってたようにその京都のいわゆるちょっと古い会社で働いてた時に、まさにちょっとそういう問題があったんですよ。その来客者にお茶を出すのは女性だっていう派と、なんで未だに女性なのっていうの結構戦いになって、私はいいでしょお茶出すかって言ったら、その女性反対の方に、あなたがそういうことを出したり電話取ったりするから変わんないんだよって怒られて、その時は理解できなかったけど、まさにそういうことですよね。私はだからそういう女性がいればいいじゃんとか思ってた方だから、そうなんですよ、なんか結構古いタイプの、いや、まあ、それはそれで別にいいと思います。何にも考えずに、わけも分からずに言われたことをやっているわけではなくて、人形さんは人形さんで、まあ、こうでこうでこうだからやればいいんじゃないって思ってるのは、だからそれも別にちゃんとリスペクトされればいいと思う。私もそれもいいと思いますので、全然なんか悪くないんだけど、問題なのが、あなた の前の高級生が問題だと思います。さっきのクリスマスケーキ感じ。そうだね、さっきの何であったらやるの、あなたがやるんだ、私もやらなきゃいけないっていう文句を言ってくれた。でもそれは京都の、まあ、ちょっとその老舗っぽい会社やったんですけど、東京来て思ったのは、もうなんか全然若い男性社員とかお茶出しててやっぱ東京ってこんだけ変わるんやって、やっぱなんかちょっと違う人が多いんだなっていうのは結構思いますね。田舎は確かにめっちゃコンサートで、そうそう、もう未だにやっぱ感覚が全然違うから、そう、だから京都に住んでた時とかそんなこと全く考えたことなかったし、なんか正直今回も呼ばれるまであんまり考えなくて、でなんかちょっと私ここにいていいのかなって相談しちゃったぐらい、全然いいと思う。でもなんかその 今週とかすごいそういうのを調べて、なんかもっとそのフェミニストっていうのはさっき言ってたように、なんかもっとなんか
怖い女性だと思ってたんです。いわゆるプラカードを持って抗議するじゃないけど、結構本当に私はそういう怖い女性っていうステレオタイプなものだと思い込んでた。今度皆さんと両国間にいるようなで、ちょっと勉強して、あ、さっき言ったように公共はそのイコールのところにあって、うん、まさに多分私みたいな人多いから、そういうこと知らない人いっぱいいるんだろうなって今思ってるなって感じ。よかった。やっぱでも一番最初にフェミニズムが始まった時は。そうやって声を出せる女性が必要だったんだと思います、うんうんうん、その男女雇用均等法だったりとか、うんうん、会社のシステムを変えろ、国のシステムを変えろって言ったのは多分そういうふうに飯尾さんが思ってた人たちだと思います。でもだからこそ、じゃあ今になってそうやって東京に来れば結構こうだいぶいあの平等になってきている中で、そう どう私たちが今度動けるかですよね、うんうん、でもやっぱりその、まあ、田舎って言った人ですよ、地方でうまく回っているんだったら、私はそれをそれでもいいのかなって、その会社で、うん、暗黙の了解で、もうお茶出してって言ったら、その場にいる女性が、あ、はいって言って出す。で、誰も何も思わないんだったら、それはそれでいいのかなって、今ちょっと思っちゃいました。あまりにも、そのニーニョさんが、別にやるよって思ってるんだったら。だから、やろうって思う人がやればいいよ。それが誰であっても構わないわけです。ただそれは女の仕事だからっていうのはどうなのかなって思います。そう、私だから思ったのは、多分人魚さんもし男性でも、うん、そうや率先してやってたんじゃないかなっていうのはちょっと思いました。もう人としてそういう人なんじゃないかなっていうのはちょっと、うん、別にやりますよっていう感じで、うん、いつもなんかクラブとかあのどっか行ったところに誰かこれ持ってきてって、あーい、うん、一番最初的な入りになるほうがお兄さんかお兄さんみたいな感じで、そういうところもなんとなく今ね聞いててちょっと思ったんですけど、他にも地方で働いてた方いますか？皆さん東京？東京です。やっぱり会社はあれですか、平等ですか？いやー、はい、今パートナー人でかなり女性比率 2% ですね。わー、立派、だから、まあ、最近私がすごい考えてるのは、なんか前はその扱いとか、その男性の意識改革とか、そのどう変えてもらうかみたいなところをすごい一生懸命考えたり、うん、その活動に困ってたりしたんですけど、なんか最近はそこって結構センシティブな内容だったり、そこもすごい重要だし、その対話は続けなきゃいけないんですけれども、なんか自分どちらかというと、なんかその周りに、ジュニアスタッフとかだと、ジュニアスタッフっていうのは新卒から入ってこう下の層だと大体男女比率でイコールだったりするんですけれども、やっぱ上に行くにつれどんどん男性の比率も高くなってくるみたいな傾向があって、でやっぱこう上見た時に女性管理職があんまいなかったり、パートナー人で全然いなかったりってなると、多分こう想像つかないっていうか、だからその見えるところで見たところ女性に出てもらうにはどうしようかみたいなところを最近すごい考えていて、まあ、なんかこうやることが多くてあれなんですけど、自分でやろうと思ってたら一番何もできなくなっちゃうと、自分のなんていうの、精神的に来るんですよ、自分でやろうと思って。だからあのこういうみたいにあの友達を作らないといけない、でそれが男であれば女性であれば、まあ、この機会は男が出してくれたんですけど、誰でもそのサポートが必要。でそういうサポートしてくれる周りを作らないといけない。問題は一人でやろうと思ってたら何にもできない。ただ無罪女ってなっちゃう。で本当に、でそれが一番ショックを受けた。無罪っていう、女がイコール無罪っていう、初めて聞いた時にはすごいショックを受けたんだけど、やっぱり日本はちょっとなんかその女性が静かでありながらとか、そういう。一番私、一番なんか、なんていうの、手が立つのは、うん、あの友達が男の前ですごい変わる人、
いるじゃん。ぶりっ子って言うんじゃないですか。それが別にあの可愛いと見せたい女性もいるし、男の前で女の子の前で両方とも可愛いでいればいいんだけど、そんなにキュッとある人私苦手。そのままでありながら一番ですけど、どんどん日本に住んでて、どんどん私も自分で男の前にちょっとなんかはいって言うようになんか逆戻りにしてる。デンマークの友達に私可愛いものを言ってたらすごい怒られたんです。デンマークであんたそういう喋り方やめてって言われたんで、環境にすごい影響されました。そうそうそう、で日本に来てそれ OK ってどんどんなり、だから自分らしくなってきたんだけど、それは勘違いする人もいる、ぶりっ子になってるんじゃないかっていう、だけどいつも本音で言いながら言ってほしいんです、うん、男の前だからこそ。それもあのそこから始まったじゃない、女の子が女の子らしく生きなさい、うん、それはダメだよ、あの木登りたいんだったら木登ればいいじゃない、うん、スカートも、うん、そこで始めないといけない。もう本当にこういう2歳過ぎぐらいで始めないと何にもならないんですよね、うん、多分あのアスラさんも私もアスラさんもあのスカンジナビア系の国のアイスランドで、私デンマークで、あ、そうなんですか、うん、結構平等な国から来てるので、まあ、すごい、そうそうそう、あの前マキアが言ったのがあの人口がすごい少ないからみんな働かなきゃいけない国だから、で私たち多分ちっちゃい頃から女の子らしくは言われたことあるんだけど、日本みたいにあんまり言われてない。そう、あの見ててあの日本の友達が子供を育てる友達で、あ、やめてそれは女の子はしないよって、別にいいんじゃない、でやめてそれは男の子しないよって別にいいんじゃない、うん、っていう感じで。確かに日本でもそうありますよね、なんか男の子だったらこううるさく騒いじゃうまあみたいな、うん、いいよ、だとちゃんと行儀よく座ってなさいみたいな、それすごい、すっごいいつもこう静かに座ってた覚えはあります。はしたないって言われますよね、はい、言われます。ヨーロッパもそうなんです。三笘南行くとどんどんそれが強い。また私たちたまたま北の方で人口が少ない国で、あの何でも、うん、両方とも OK って感じ。世代ですよ。私たちのお母さんたちの世代のおかげで私たちがこうになったって思う。どう思いますか？そうですね。なんか結構早いから、いろんななんかそういうディスカッションも多分早くなったんですよね。早いに始まったんですよね。ですので、例えば私の友達がなんか子供できた人がいつもなんか、あ、いや、何でもやってどうぞ、なんか何でもいいんですよね、うん、なんか女の子ですけど車でなんか遊びてるとか、うん、なんか何でもいつも自由でどうぞみたいな、うん、やってるんだと思いますよね、うん、そうそうそう。ちなみにさっき出てきたぶりっ子っていうところなんですけど、ぶりっ子って悪だと思います、正義だと思います。しょうがない。私が蘇生術。蘇生術ね。きっとしてね。ありだと思う。ありだと思う。ありかなしかでいくと、結構皆さんありと思う。ありありあり。なんかさっきのクリスマスケーキもそうですけど、基本日本人の女の子って男の人に選ばれるものというものがあるから刷り込まれてると思うんですよ。だから。その大事な商品が傷つかないようにおしとやかにしなきゃいけないし、なんかその、ね、25を過ぎるまでに売り出されなきゃいけないしとかいう、その選ばれる前提があるなって結構感じますね。自動なんですね、うん、なんかそれが割とヨーロッパとかは違うんじゃないかな、選ばれるっていうふうには思わないんだ。まあ、私の経験からって言ったら、それはどう見るか、ポルトガル育ちだから両方とも感じてる、うん、あのすごい守られて、女の子がピースして可愛がりして動かないでーってずっと声を伝ってて、うん、もう感じてデンマークでは好きにしていいって感じ、両方ともあるんですし、だから日本と変わらないところもありますから、うん、日本だけって言っちゃダメって思うんだよね、うん、日本特に多いかもしれないけど、うん、あれなんだよね、あの何ていうの、そう、あの女性を武器として使ってもいいと思います、ブレイクだいいと思いますけど、自分のそうじゃないであれば偽物っぽすぎちゃうと思います、うん、
でそれも いつかバレるからね、でいつかストレスになりすぎてダメでしょ、うん、でそれで多分いろんな結婚したらいろんなダメになっちゃうね、うん、あとバレってなっちゃう、気づいたらバレって、逆にヒステリックっぽくなる、うん、一番私嫌いな言葉はヒステリックなんだけど時折使ってしまう、ヒステリックって意味わかりますか、どっから来てるってわかりますか、あ、僕は分からない、そう、アスラ知ってるかもしれない、あの女性の子宮を取ったらそれヒステレクトミーって言うんです、でヒステルは女性の子宮です、だから子宮、子宮、だから女性しかならないものです、ヒステリック、え、取ることをヒステレクトミー、ヒステレクトミーって言うんで、ヒステルはあのそういうなんていうの、子宮、うん、のあのラティングリッシャポーク、ね、だからそれ女性しかならないもの、そうなの、だから、うん、じゃあ言うとか男性には使わないで、いや使うけど、いつも男だけ使ってるんでしょうね、そう、男は全然使わないでしょ、使わない、女性に対して使ってる、あそう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 、あそうそうそう、あ男のそれって言われたらすごい嫌なんだけど、そうそうそう、あめちゃくちゃ失礼ですよね、すごく失礼だけど見たことあるんです、あのこう急にこうからすごい失礼にぃぃとかなるんで、何この人、そう思う私も失礼と思う、あ そ, う、ね、それがなんかすごいその言葉嫌い、うん、けどなんでそうになるかは知ってる、ちょっとこれ逆に話すのベロスっぽくなってるんだけど、あの女性がヒステリックになってて、なぜかそうになるのが、あの、言っていいのかな、え、ちょっとどうしよう、なんか、なんかブラウンです自分が満足してないから、めちゃくちゃ知りたいじゃん、あー、欲求不満だ、そう、あ自分があの精神的な満足はされてないから、そうになりやすくなる、で、医者がそれをあの一応ヒステリックのトリートメントがあったんです、それは女性を生かすトリートメントがあって、それ医者が手でやったんです昔、手がなんとか疲れるようになって、あのバイブレーターというものをできたんです、じゃあ医療用、そう、いや最初は医療用だったんです、ヒステリックを治すため、2000円、男の顔の化粧品1000円、同じもんです、
逆に私たち払わなきゃいけない。男よりかだからその、あの日本で今生理パッドを配るのはすごいと思ってた。逆に私もらったことない無料。今後も無料でもらってたけど、そうね、サーブリターとかはいっぱいあるんじゃない、うん、でもそれは日本だけですよ。他の国は あんまり見たことないんですよ。生理パッドだそうそうそう。確かに生理パッドある。ドイツに出張に行った時に、私昔ファミリーエンターテインメントショーの会社にいたので、うん、サーカス団みたいにこう国から国へずっと動いてて、でドイツの会場に行った時に会場のトイレにはタンポン置いてあった。あ、そうなんだ。それは時々ある。それは時々ある。あ、あるんだ。それはその会社の気遣いとか。ああ、そうなんだ。あの、それはありますと、昔からのこうやってあのベンディングマシンで買えるものもあったんです。あの、コンドームだけじゃなくて、その場で。それは気遣いはありました。だから、今逆にヨーロッパで、あの、生理パッドがあまり良くないっていう運動があるんです。で、逆にリーファーパッドが、で洗えるようなパッドとか、うん、リユースできる、ね、そうそうそう、そういうやつが増えてきてる。で自分で家で作れるとか、リユースのパッドとか、ちょっと手加える人はできるぐらいなものが増えてます。増えてますよね。逆に。パッドにテレビも出せるんですよ。すごい押してますね、あれね。その方が、まあ、長く使えるじゃん。もうそれも地球の県が終わるからさ。そうそうそう。地球関係ね。そうそうそう。体にも良くて。そうそうそう。まあ、じゃあそっちに移行したがってるのかな？そのアイスランドとかデンマークは。でもさ、もともとビッグタックスはすごく高かった。で、今でも高い。はい。それは驚きですよね、ちょっとね。もう、政府がどういうメッセージを出してるんですかね。それはキングタックスっていう。その名義だ国が言ってるわけではなくて、研究者が国民に、そうそう、特に女性だけに対して作られる。安いえの、アイスランドは分からないけど、3年前くらい、でもそんなに変わってないの。デンマークで女性は今週末みんな、今、平等 の同じあのお金もらえない、同じ仕事して同じお金の法律を作れないと私たち仕事辞めますって。あの仕事行かないっていう運動があったんです。やっとそれでおかげで同じお金もらえるようになった。デンマークで最近めちゃくちゃ最近ですよ。アイスランドもめちゃくちゃ最近。それあの女性が仕事行かないんだったらもう国動かない。だからそれ欲しいであれば日本もその同じことやればいいと思ってて、女性が私たちは月曜日から仕事行かんって言って同じ仕事してるのに同じ給料もらってないのが嫌だって言うんじゃなくて、みんなで一緒に言ったらそうになるけど、私たちも最近皆さんはあれですか、働いてるところはまだ男女で差がありますか、給与の形態に計算とかに。どうなんだろう、私の会社はないですよ。まあ、なし、うん、レベルでもうはっきりと分かるように役職でも計算されて男女は関係なく、なんかクリエイティブ系は意外となんか女性のディレクターだったりなんか女性の社長だったりとか多くて、あんまり仕事の場では逆に感じない、うん、そうですね。計算はどうですか、ご自分ご自身がされてるっていうことなんで、報酬が男性のと違って今でもまだ感じることありますか。ああ、今はないですね。そっか、じゃあ相場通りもらえてる、まあ、自分の手にする額で。はい、はい、考えるとやっぱり、もしかすると日本の方がちょっと先行ってるかもしれない、デンマークとかアイスランドまだだけど、上に行かないんですよ、女性は。ああ、そうだね。そうだし、あと日本だと、例えばまあ正社員のその賃金とかも変わりないとかっていうのはあるんですけど、結構日本では多いのは正社員じゃなくて、パート採用とか、派遣採用とか、あの、なんだろう、守られていないような雇用形態っていうのがすごい多くて、そこの女性比率っていうのはすっごい高い。だからさっき、あの、こんだけ話し合われてた、その、
女性は育成を兼ねてすごいものすごく働いてくれるみたいなのが、うん、例えば育休明けの女性が正社員雇用として戻るっていうのはすごい今は難しくて、うん、なので、まあ、パートとか高級派遣みたいな感じで雇われることが多いんですけれども、なのでそれだと全然その男性正社員より安いこの費用で同じくらいの、もしくはそれ以上の仕事をしてくれるからっていうので、まあ、その高級派遣枠みたいな感じのところで女性を活用するみたいなのが日本とかでは問題だったりしてます、ね、それはまずないんですね、うん、私たち多分その枠がないな、ないですね、うん、で、まあ、そもそも私たちバイトとか正社員とかもう正社員のっていうものはなくなってる。私たち契約して2年とか3年とか5年でその契約が終わったらもう一回再更新男性も、男性も、だからまずそれがなくなってる。それ50年前の話だし、それがなくなってると、バイトしても会社で働いてても差がない。お金さえ入ってくれば口座に銀行でローンも組めますし、バイトでもありながら、それね、ちょっとそこも違うんですよね。契約ベースだけど、その契約ベースの中で男性と女性の計算がちょっと違う。まあ、それはあるってことですよね。あるんです。自分のケース、更新の時にどんだけ元をお金欲しいって言ってた人もいますし、時々同じ仕事してるのに女性がもっと高い給料がある場合もあります。ちょっと更新で強く言ったから。そうですね。確かに派遣ってやっぱりこう、なんですか、コマーシャルとか宣伝を見てても若い女性のイメージがすごいありますよね。営業さんに聞いたんですけど、その人材派遣やってる営業さん曰く、やっぱり30代までの事務のお仕事は20代圧倒的に多いらしいんですけど、うん、やっぱその使う方っていうんですかね、もうやっぱ若い人の方があれやって言いやすいから、うん、そういう人が優先的に言われていって、40代とかだったらなかなか保険の事務、うん、そのエキスパートとかだったらまた別なんですけど、その特別な資格を持たないその事務の人はなかなか難しいっていうのはやっぱそう営業さんが言ってましたね。私たちも いろんな大学でいろんなスキルをもらって、だからそれがスキルで見てるんです。どういうスキル持ってる、どういうそれこれできるかできないかっていうスキルベースだから、女性男じゃなくてスキルあるかどうかがどんどん伸びてる。だからもうそうですよ、さあ、なってくれるといいですよ、ね、そうだから体別としてスキルがあるから、うん、ちゃんと その8時間以内でちゃんと仕事でできてるかどうか、うん、まずは私たちあれダメなんだよ、オーバータイム、残業、結構守られてます。守られてます。デンマークでオーバータイムのパーセンテージは1か。ほう、1か。じゃあ、見込み給料、その、オーバータイムの見込みの給料っていう考え方は？ない。聞いたもん、それは違った。私、普通に就職しようとしてたんだけど、日本で。で、これ、あ、いいね、この給料なかなか、まあまあまあ、これで生きていけると思ってたら、で、読んでみたら、この給料に含めて40時間の見込み、そう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 。ってことは40時間無料で働かなきゃいけなかった。だから私日本の会社は無理だった。それだとびっくりするね。びっくりする。確かに40時間で相当ですね。その派遣の人が営業さんが言ったらまさに私そうだなと思ったのが、多分今の40代の女性って寿退社したでもう一回社会復帰したい人が多そうってなると、ある程度ブランクがあって、まあ、社会経験が20代ぐらいまでだったら10年ないあるかないかぐらいの人が社会に戻ってくる方法がないってことですよね、今はね。まあ、それもヨーロッパ難しい。ヨーロッパもあんまりない。ブランクが多すぎ、ガラスがすぎてると難しい。例えば、出産したら、この1年のブランクは子供を育てるんだから OK。けどそれ以上のブランクだとなかなか難しい。主婦やったとか。のがなかなか、うん、やっぱり仕事に戻れないとかいい仕事できなくなる。ヨーロッパの人結構すぐ働く。いや1年間は取る。私デンマークは1年絶対女性は。今アイスは何ヶ月子供産んだら？わかんない。1年くらいかな。うん、彼女が同じよう。同じようで、その
本当は18ヶ月ヨーロッパだけど、あのデンマークだけど、その6ヶ月は男性用。あ、そうなんだ。旦那が使わないといけない。そうそうそう。で、逆に女性が1年持ってるんだけど、その女性だけも使うのは8ヶ月で、その最後の4ヶ月は旦那使ってもいい。ってなってる。同時に使っていいんです。同時に使う人もいるし、交代にする人もいる。でも一つのポイントは、多分例えばこの、その後で、その1年の後で例えば、同じポジションに戻るんですよ。同じ仕事に紹介する。同じポジションに戻るんですけど、日本では違うんですよね。まうん、そうじゃない時も多いね。やっぱり多いですか？あの出産で産休取る人とか、まあ、戻ってこない人が多い。そんなこともない。結構みんな戻ってくる。私の印象は割と今は戻れる人が多いなっていうふうには思います。さっき言ったように6ヶ月っていうのではなくて、ちゃんと1年休んで戻ってる人は多いかなと思います。まあ、有料企業にこう限ってるっていうところはあるんだけど、思ってる以上に多いかなって思います。その戻ってくるために結構長く働いて信頼をそこで作るから、みんな出産が遅い気がしますね。それもあります。出産どんどん伸ばす、伸ばして、で自分の戻ってくる場所を作ってから計画的にみたいな。そうそうそう、なんかそういう風になりますね。だからそのいっぱい転職してるって言ってるよりは、新卒から入ってそこでこう基礎を作って、なんかなんかいろんなところに冒険していってるっていうタイプの方よりは、堅実にそういうことを踏まえて、もう計画してる人にとってはそういうことは多い可能だけど、ね、あのなんて言ったらいろんなことをしてる人にとっては難しい。けどもしかしたらその人は本当に25歳で見たかったとか、けど35歳になってしまった。それも良くないと思うかもしれないですね。その仕事の抜けれそうなタイミングまで見計らったりだとか、かなり苦労しますよね。フリーランス。
Thank you so much. So you are Scandinavian. So yeah, it's hard to say. You're not Scandinavian. Geographically, but language-wise, culturally, you're Scandinavian.知らなかったって、自分が生理痛がひどい人、あとはホルモンバランスで維持してあったり、その辺の激しい時に話すのはいいことだと思います。ああ、そうなんですか。なんか前はやっぱこう、あんま話すべきでないっていうふうに思ってたんですけれども、でもなんかこう、自然にできるものだったし、あと、まあ、なんか周りが男性社員とかも、私だけじゃないので、でもあるので、
これだよなっていう感じ気づきが出てくる。何か年前とかあったからは、すごいクランプ。その時って男性はどんなリアクションを見ますか？知らないことをどうなんだろうって言われた時に。男性はどんなことだと、丁寧じゃなく、ちゃんと気づかせてくれるというか、まあ、その、最初、大丈夫であったりとか、だから、なんだろう、こちら側も、お前が言ってなかった時は、なんか、なんか、女性が増えるんだし、いろいろ大変出て、こう、痛いから止めればいいみたいな。でも、なんか、それをこう、フランクに話せるようになってからは、なんか、周りからもそれを楽にケアされるし、なんか、すごい出てますね。大丈夫ですか？大丈夫ですか？今日は大丈夫ですか？本当にどんだけ辛いかわからないんですよ、子供は。本当に女性にもよって、年取っても違う。私、昔は全然何もなくて、急に、なんか、27の声の時に、痛くて、一日ベッドで丸くなりたいくらいの痛くて、それはわからないので、だから、いろんな人に、先生。男もかわいそうって思ったよ、私。なんで私イライラするしてるのか知らないで、私なんかちょっとだけ言ったら、で、それもかわいそうって思う。だから言った方が、両方ともなんか、誰も気づけない、気づけないようにいける。まあ、しょうがない、体は違うんです。両方って言っても体は違うんです。それは変わらない、変わらしないんで、ここどれどれ？だから、それ。もちろん、今日生理ですって言うから行くわけじゃない今日生理好きだから、ちょっと眠くなるかもっていうの誰かが知っててくれたら、ちょっと言うふりしてても、あ、って優しくなってもらえそうな気がする、なんか、みんなこんなもんってもう、そういう男性がいたとしてても、なんか、みんなに対して優しい気持ちになれるようにするかな。人によっても違うっていうところが結構これにいいね。みんながみんなもうね、そのマリアさんみたいに僕なりの性別があるわけでもないっていうね、そういうところを女子はみんなで話すから分かるけど、男子くらいで、いや、私くらいないのかっていう、まさかそういうのも知らない人が多いかもしれないかな。他にも皆さんも、なさいますか？怖みたいな話を男の友達に伝えてありますよ。なんかね、私にとってそれは私なんか我々の毎日の生活でしょ。みんながそういう、まあ、もちろんみんなの経験は違うんですけど、みんなやっぱり同じようなことがなんか分かってるので、私はいつもなんか逆になんかほらこれもこういう感じ、もちろんしないんですけど、なんかすごい集中で話す。でも例えば彼氏とか、そう、いや今日は生理みたいな感じで、なんかちょっと気持ちしてくれて、ごめんなさいみたいな感じで、なんかちょっとそういう、普通で話した方がいいだと思います。男味噌だと思います。なんか男はなんか慣れたら、もうちょっと、まあ、バランスが良くなるんじゃない。うん、あ、私もあの生理については一緒に現場に入る男性に話したりします。だからその後頻繁にトイレに行かなきゃいけなかったので、ちょっとここを変わってみるとか、ごめんなさい、そういう時間が必要なのに時間を取ったりとか言わないといけないんですよ。どういうのが関わってくるかな、はい、そういう時って男性ってどんな、あ、ほぼほぼ合理的です。みたいなことを全くなくて、あ、じゃあこんな感じでスケジュールにしますけど大丈夫ですかっていうふうな話になります。今日こっちだからこうお知らせしてあげるのかな。そうです、向こうから言いづらいのかなっていうことは思います。ただもうあの私たちも小さい頃とか自分の体をちょっとなんかあまり話さない方がいいとか、でもあったんですけど、生理ちょっと恥ずかしいっていう意見もあるし、それ女性も恥ずかしがってるの、男を自分何も知らないから、これ変わったものだと
も知りたい。知りたいと思いたいと思います。今度は私、お姉さんがいて、私で弟。すごい女性に優しい。モテモテで、すごい女性に優しい。お姉さん、何か言うかい。あの私たちの体の結構を持ってきたんだから、すごいなんか、すごい。
私たちの国はそれが
そこまでは来てるけど、私たちもここまで来るの時間かかったんですよ。あの一つの日から次の日になってるわけないから、さっき奈緒さんが聞いたのどうしていった方がいい、そういう根本的な考え方を変わらないといけないです。社会人になったらこうしないといけないの、そういう聞いて、友達が仕事始まった時に、あのオーバータイムすごいやってたんで、何やってんのそのオーバータイム、メール返ってって、私のメールはどこに行くの、消して、書いたり消したり、書いたり消したりっていう人もいたし、あのなんでそこにいるの、まあ、社長とかマネージャーがまだ書いてないから私もいる、逆に私上司だったら帰りなさいって自分の仕事やりたいから帰りなさい、もう邪魔だからっていうタイプだったけど、そこも変わらなきゃいけないけど、それ本当に日本のベースのファンダメンタルのベースがそこがダメなんだよね。それすごく思う。それが変わらないと女性が、女性男も育児休暇できない、で育児休暇取っても仕事に戻れない、でどうもこうもになって、そこは相乗効果、あのリンクしてるよね、全部からフェミニズムっていうから女性だけじゃなくて、その社会のシステムとか、その働き方とか、そういうところも一緒に変えていかなきゃいけないっていう。日本の男すっごくかわいそうと思うんだよ。そうね、もうあのこんなにかわいそうと思ったことないです。男に言うのとすごい怒られるけど、かわいそうな環境がね、悪いよね。そう、あのだって男も趣味があるし、女性だけじゃないし、なんでそんなに苦労しないといけないのか、でその苦労しても何かなってるって、聞くときにはうんって感じになっちゃうのが一番、じゃあ何してるのって。そうですね。いや、白熱したいろいろお話ができてすごい良かったですね。いろんな思いが、考えがね、頭を巡ったと思います。さあ、実はですね、あともう残り少ないんですよ。なので、皆さんから一言ずつ思ったことをちょっと話していただきたいなと。明日からこれやりますでもいいし、なんかちょっと考え変わりましたとかでもいいし、あの一言ずつちょっとあの話いただければと思います。私からまずいくと、私実はフェミニズムっていう言葉は好きじゃなかったんです。やっぱりいろんな考えを持ってる人がいるし、女性を押し付けすぎることになるんじゃないかなって、そのあの人形さんが言ってたプラカード持ってオラーみたいなってイメージがあったんで好きじゃなかったんですけど、でももうすでにこの中でフェミニズムイコールイコーリティ平等だって思ってる人がいるっていうのがすごく嬉しくて、あ、じゃあもうちょっと他の友達とかにもフェミニズムっていう言葉を出してお話ししてもいいなって、すごくそういうふうに思いました。じゃあ挙手制で思いついた人からいきたいと思います。あ、はい、じゃあマイカさんどうぞ。私はあ、こっち見て。ごめんなさい、ずっと背中と頭の後ろだけを見てながら、マイカです。私は、こう、聞く耳を持とうかなって、すごい今日のこの回参加して思って、まあ、やっぱりこう、フェミニズムに対して、のことについて、すごいこう、熱意を持っているんで、どうしてもいつもこう、自分側から喋っちゃう。っていうのがあり、まあ、あとやっぱ日本とかだと周りであんまりこうフェミニズムについてすごく考えている人って比較的海外と比べると少ないので、なのでまあ基本私がこう喋っちゃうんですけど、まあ、今日すごいこういろんな皆さんのこう意見とか聞いて、すごい自分の考えとかも、まあ、いろんな方向に引っ張られたので、なんかやっぱもう少し周りの人に話聞いてみようかなって思います。おー、ありがとうございます。さあ、次はどなたに来ますか。じゃあ、いいですか。はい、どうぞ。私は今日皆さんのお話を聞いて、なんかもっと優しくなろうかなって思いました。割と普段こう、こういう感じで戦いながら活動しているんで、なんか世の中って私が思ってるよりも捨てたもんじゃないのかなっていうことを感じました。よかったです。なんかもうちょっと優しくなります。はい、ありがとうございます。さあ、他の皆さんは、私
私もあった。はい、そう、はい。なんかすごい、本当にちょっとずつちょっとずつ、戦うのもエネルギーいますけど、こう人にちゃんと言うとか、ちゃんと伝えるだけでもエネルギー。で、それをちょっとずつやらなきゃなって思いました。そう、自分をエクスプレスすることをちょっとずつでもやっていかないと。ありがとうございます。じゃあ、さっき手挙げてください。すみません。いえ、ね、なんか、私たちさっき、その、なんか例えばアイスランドとかドイツなんかドイツまあヨーロッパ、デンマークとかより日本は結構そのフェミニズム運動は結構遅いだと思いますので、なんかこれから、まあ、もっと例えば今日のその機会は本当にありがたいんですよね、うん、なんかそのこれからもなんかもっともっとみんなにそういう話をしたいんですよね。そうしたらと多分このなんか日本フェミニズムの日本の運動が結構分かるようになっちゃうが、まあ、本当に、まあ、やりたいんですけど結構、まあ、時間かかりそうですけど、まあ、します。あんまりしたいんですよね。はい、ありがとうございます。じゃあ、まりさん、今日は私。まあ、私はなんていうのこの疑問を結構前から考えてて、日本はどうしたらいいとかいろんな意見があるんですけど、日本大好き、それは勘違いしないでください。日本大好き、日本に住んでるは自分が選択したんですけど、やっぱりどこから始めなきゃいけないっていけない。だからちょこちょこやっていいし、大きくやってもいいし、けど人に自分の気持ちをぶつけすぎちゃうと逆効果があるから、それが分かってほしい。で、たぶんさっきマキエさんが言ってたことが総理のその効果があったんで、本当にもう聞いてる皆さんも自分の意見を言い出してほしい。男も女もだから男もここの話に意見があるんだから、ただ女が静かであるべしとか、そういう意見、そういう古臭い意見はやめてほしいだけ。私たち人間ですよ。それが聞いてる皆さんがそれを理解してほしいんだね。で、みんなそれぞれ、みんなも強い人もいるし、まあ、ちょこちょこやりたい人もいるし、だから、これは明日変わらない。みんなで一緒にやってほしいんですよ。で、それができたら、すごい日本はすごい素晴らしい国になると思うんですよ。日本はすごいいいベースが持ってるのに、なんでここだけ止まってるって、すごく悲しく思ってる。それちょっと変わったらすごいなんか平和でありながらすごい立派な国と思います。もっと誇り持ってほしいです、日本人も。それ私の結構ごめんなさい。ありがとうございます。はい、じゃあみゆきさん。なんか今日この場が多分すごい気持ちよくみんなが喋れたのは、なんかお互いに尊重し合ってた感じがあるんだと思うんですね。否定的なもしかしたら意見もあったかもしれないけど、それに対して相手を尊重するっていう、もうこの場はきっとそういうフェミニズムについて語る場としてすごくちょうどよかったと思うんですよ。それが他に移ってもそうなればいいな。相手を別に懲らしめることでもないし、新たに他の人の意見を聞いて自分の中に入れるでもいい、入れなくてもいいみたいな、その何でもお互いの理解をできる場がもっとこれから他でも作れたらいいなとは思いました。ありがとうございます。さあ、ラストになってしまいましたよ。プレッシャーなんだけど、一番最初に、その私はフェミニズム知らないとか、そうフェミニストじゃないとか、そういう感じで、なんか自分はそういうことに興味を持ってないっていうことが、なんかちょっと社会問題の意識への関心の低さをちょっとダメだなって思ってたんですけど、さっきのその平等とか、どうやったら女性が社会進出できるかってなった時に、その働き方の話とかになったじゃないですか。で、私は結構働き方と、なんかやっぱり社会と関わって生きていきたいから、どうやって今後働いていこうとか、結構そっちの方は常に考えてて、でもそのフェミニズムの話をして、結局そこにまたたどり着いたじゃないですか。だから言葉は違えど、やっぱり問題点っていうのは最終的に結構同じところに結びついていくから、私もちゃんと社会のこと考えたいなっていう。なんかそれは多分私が今日
あまりにもネガティブに出すぎたら参加できひんかったかもしれへんけど、ここに来て、さっきおっしゃったように話しやすい環境だったから、私もそこに気づけたし、いい会だったと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあね、ほぼ2時間に及ぶ長丁場でしたけれども、皆さん前向きで受け入れるお話をしていただき、どうもありがとうございます。じゃあ以上にてトークショー終わりたいと思います。どうもありがとうございました。